バイクのローゼ九州熊本編5日目大観望からのスタートです。どうもバイクのローゼの深夜です。また大観望って感じですよね。はい、俺も思いましたまた来ちゃった。今日ですねフェリー乗って大阪に向かうんですけれども、どうしようかなと思ったんですよ。実家に泊まって最終日、九州での最終日か、福岡でツーリングするかとか、角島に弾丸で行くかなとか、行き着き島はしんどいかなとか、まあいろんなことをね考えたんですけども、どれも結構きつそうだなと思って、今日の出発も割とのんびりでしたし、はい、じゃあ高速で一気にね別府まで行くのも微妙だから、阿蘇を回ってってか阿蘇を見て、まあ赤牛食って帰ろうかなみたいな。ちなみにね赤牛はさっき食べてきました。だからもうお昼過ぎなんですよね、3時40分。さてなわけでね、これからミルクロードを走って山並みハイウェイを走って別府のねフェリーターミナルに行こうかなと、2日目と同じルートですね。ただね逆は走ったことないんで、それはそれでちょっと楽しみ。あーミルクロードいいな、もう何回走ったかなこの道本当にアテンドツアーだったり下見だったり、もう何回も通ったこの道、でも飽きない。でほんの少し赤くなってるような気がする葉っぱもいいね。まああとはね暗くなる前に山越えしないと危ないですからね。山並みハイウェイって結構標高高いから、本当に気温が下がってやばい。あーいいねここ、ここ本当いいね、ミルクロードいいね、最高だわ。最高しか言ってないけど最高だわ。たまには違う言葉も言わんすね、やべえなこれ。あー最高。そうさっきね大観望でアイス食べてたんですよ。そしたらねなんと視聴者さんが声をかけてくれまして、家族連れで来られたんですけども、なんかねあれ深夜さんじゃねみたいな感じでずっとねなんか そうかなみたいな感じで、すいませんみたいな感じだったそうです。いやでも嬉しいですね、本当なんかねすごく嬉しそうな顔してくれるんですよ。なんか俺と会って話して喜んで帰ってくれるならなんかそれで嬉しいかなって思いますね。いや本当ねいつも本当にありがとうございます。こちらもね元気をもらってます。日が傾いてきたミルクロードもいいね。今3時45分、楽しかった。そう楽しかったね。熊本編ももうおしまいですからね。明日は朝大阪に着いて、そっからね時差で東京っていう、で東京帰ったらそのままバイク人編集部に直行というね。わーこっちから見る景色やばいね、山並みハイウェイ。あーこっちはこっちでまたいいわ、全然違って見える。さあいつもはですね阿蘇の方に向かってましたけど、今日は目指せ九十連山ですね。あー東京帰りたくないななんかね、いや今回もね仕事だったんですよ。はい仕事なんですけど、なんだろう、なんかこの東京に帰ると思うと現実に一気に帰らされる感じ。ただ北海道の時は帰りたくないなっていうより、帰れるのかなこれ大丈夫かなって感じでしたからね。震災がありましたからね、あの時はそういう余韻に浸る間がなかったですね。フェリー動くって分かって乗船してからもああよかったって感じですから、ああよかったと思いつつなんかなんかね何とも言えないこの気持ち、手放しに喜べないみたいな。いやーなんか寂しいわ、また来ればいいだけの話なんですけどね。はい長者丸ですね。広い、めっちゃ広い。逆から見たらこう見えるんか。俺がいつも写真撮るところですね、長者丸モニュメント。山並みハイウェイやっぱ気持ちいいですね。最高だわ。いや本当ねバイク人祭り楽しかったですよ。結構こんなにねたくさんの人が集まるってやばくねと思った。何人来たんだろう、ギターではあるけどマイク1本でそんなステージに立ったことはないですね。バイクって盛り上がってんだなって思いましたもん。なんかそのねお祭りというかイベントの盛り上げの一つのね役割をできてすごくね嬉しいかなと思いますよ。
楽しかったな今回も。思ったよりは走れなかったけど、でもねもう大満足ですね。シャッカリエもね面白かったな、行ってよかったな。行けるか行けないかね分かんなかったですからね。まあ多分時間は余るだろうとは思ったけど、まあサプライズしてサプライズされてなんても面白いことですねそこにいる人たちが楽しんでワイワイやれば俺はそれでいいかなと思います。まあその一つのきっかけになれたというだけで俺はもう満足です。さあ行きに気持ちよかった道ですよ。山並みハイウェイを抜けて県道11号線。何だったのねこのスケールのデカさは一体。写真をね撮りたいんですけど、バイクを置いて写真が撮れるとこないんですよ路肩もね結構狭くて、うん最高ふぅいいね、あー気持ちいい気持ちいい気持ちいい山並みハイウェイの近くにこんな絶景ポイントが隠れてたと思うことは。そして別府市に入るというね、うんいいとこでした。さあフェリーターミナル到着ですね。